フェアレディ Z 新登場、日本初 V6 3リッターターボ搭載、最高出力230馬力、最大トルク 34.0、 V6 3リッターターボを得て、ここに 1000cc から 3000cc まで、日産の新世紀エンジンシリーズプラズマ堂々完成。ペレット、それは小指の先ほどの大きさに原子力発電の燃料ウランを焼き固めたもの。これを第一の壁として、原子力発電所は放射性物質を閉じ込める何重もの壁を作り、安全な運転を行っているのです。静かに熱エネルギーを生み、蒸気タービンを回し、大切な電気を安全に作り続ける原子力発電。おいしさは無限です。だから伊藤ハムは挑戦し続けるのです。伊藤ハム